あの、バーチャルオフィス使ってる人っています僕、バーチャルオフィスを使おうと思ってて、今。え <laughs> あの、バーチャルオフィスを使おうと思ってて、今。オフィスじゃないんだけど、オフィスとして、住所と電話番号を貸してくれるみたいな。で、それを自分の住所として登録してもいいよ、みたいな。ブースに急にメッセージ来て、特徴法,特徴法に基づいて、あなたの住所氏、閉名電話番号を開示してくださいっていう厄介なメールが、厄介なメールが来たって話したじゃないですか、ちょっとね。 で、その時は別に僕がその対処できたんで良かったんですけど、今後もしこういうことがあった時のためにやっぱりバーチャルオフィスが大事だなっていうふうに思いまして、固定電話もあって電話も受け取れておいて郵送も転送してもらえるみたいなそういういろんなサービスが内包されたやつがあるんですよ、バーチャルオフィスっていう。契約しようと思って問い合わせたらなんかあの、 仕事の内容を結構細かく教えてほしいって言われて、仕事の内容を動画投稿にしたんですよ。どんな動画を投稿してるか教えてほしいって言われたわけ。ニコニコ動画に投稿していますっていうのが恥ずかしくて、YouTube に動画を投稿してますって言っちゃったの。まあ、一応 YouTube などって言ったんだけど、じゃあその YouTube のチャンネルの URL 送ってくるって言われたわけ。<laughs> あれ偽撮影ポッチ <laughs> だからやめようと思って。住所はわかるけど、今時固定電話って必要なの、あの、公開を求められたから。だって急にこのメッセージってった怖くない でも論破できたんやろ。まあ、一応論破できたで。一応論破はできたぞ。こいつの声のとこは別に俺のことを知ってそんな人でもなく、俺のこの、ブースで売ってる音源を買ったような、形跡もないわけ。全員に声をかけて帰ってきたのを詐欺師に売ってるんだらそうなのかなそんな商売があるのかな特定商取引法っていう法律が日本では決められてて、インターネットとかで物を売ってる業者って、住所とこの販売事業者の氏名、住所、番、電話番号を開示を求められたら、届りなく開示するっていう義務があるんだって。 特、特徴法を開示しなくていいで検索したのこれね、なんかね、やっぱ多分こういう質問が多いんだろうね。こういうやからが多いんだろうね。なんかあのー、ちゃんと、あの、ブース側がわざわざ Q&A を用意してて。特徴法に基づいて自分の連絡先住所などを記載しなければなりませんかとか、販売業者に当たらない場合、開示提供されても自分の住所をしなくていいのでしょうかとか、どうやら俺は販売業者に当たらないから、これを言われても無視して良いってことが分かったから、強気、論破できたわ。で、これ恐ろしいのが、こいつのこの ID で検索したのこの、送って、メッセージ送ってきたろうの ID で。 この ID で検索したらこいつノートやって、ノートやってんの。歌ってみた初心者向けの記事みたいなの公開してんの。Q&A って強気になった俺は公開したわけ。なるほど、俺は勝てるなと思ったら特定商取引法に基づく記載において、当方は販売業者に当たらないため、情報開示の義務はありません。万が一何か問題がある場合は、シモポッターイグイグ、あと gmail.com までご連絡ください。キリって返したわけ。<laughs> そしたらですね、このメアドにメールが来まして、 上記について返信でございます。特定商取引トキに関する法律第2章。訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売において、定められているように、販売業者に当たりますので、開示の義務がございます。また、えぇ、ー、いなく開示する義務があったにも関わらず、開示に立ってない現状、販売業者たちのホームページの修正なども検討された方がよろしいのではないかと、すでましが、おもたしらでございますって来たわけ。レスバ、うおー <laughs> これでレスバよ。 これは負けられないなって。これやっぱ負けられないなってなったので、えー、ご返信ありがとうございます。ブース様、ブース側の Q&A を引用いたしますって言って、ブース側の Q&A をしっかり引用したわけ。どーりゃーブース側の Q&A をしっかり引用して、どうやしっかり引用したらこっちはもう、めっちゃ早くしてくさ。で、その後に、蒸気の部分から、東方は販売業者に足らないため、開示の義務はないと考えます。 こちらの方は修正いたしました。ご指摘ありがとうございます。ちなみになのですが、ご質問者様は私のブースでお買い物されてないのですが、なぜ連絡先の会場を要求したのでしょうか購入されるおつもりだからですかそれとも私以外にもこのように開示請求をされてるんでしょうかその場合は皆さん開始しておられますか差し支えなければ教えてら、教えていただければ幸いです。で、そしたら、あのー、これに返信がなかったの。そしたらこれに、あのー、しばらく返信がなかったわけ。でしばらく返信がなかったから、この後に、 追加で、失礼しました。ご購入いただいたのですね。ありがとうございます。何かダウンロードみたいなものに不備がございましたでしょうか特徴法は通信販売での悪質な通販業者、過去明らさの詐欺目的などによる消費者の不利益を下げための法律と捉えております。上記の観点からブースが対抗しておりますダウンロード販売に何か不備がある場合は、まずブース側に問い合わせていただければと言います。 商品が手元に届かない、商品を受け取れないのにトラブルがあったのでは、あれば教えていただければご対応いたします。また、販売業者、販売者本人と連絡ができている現状で、個人情報の開示を請求する理由は特にないと考えますが、どうしても連絡を知らなければならない理由が終わりでしょうかやったわけ。これは <laughs>、こっこから、返信がない。ブースに開示請求してくれる事例多いみたいじゃん。やっぱそうなんだ。へえ <laughs> マジで時間の無駄。無視しなかった時点で、そうしてる <laughs>。でも俺はカットで。